今日のお題は猿なしだよ。猿なし、初めて聞いたものだね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。猿なしはマタタビかマタタビ族の落葉つる性植物だよ。原産は中国だぜ。猿なしという名前は猿が好んで食べるような果実という説や、猿がなしと間違えて食べる果実という説などがあるそうだよ。別名ではコクワやベリーキウイとも呼ばれているね。そういう由来があったのか。見た目や味はどんな感じなの？果実の見た目は一回り小さくなったキウイフルーツだけど、表面に毛は生えていないよ。味もほとんどキウイフルーツと同じとなっているね。またジェキア樹皮果実は生薬にも使われているんだ。これは利尿や滋養強壮などに使われているよ。キウイフルーツと似ているってことは分かったけど、実際に食べて確かめてみたいものだね。